はい、本日ですね、今年の2022年秋冬に欲しいものをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、おそらく動画でこれから紹介していくであろうというものをね、ご紹介はしていくんですけども、今回は毎年とちょっと違ってノースフェイス、アークテリクス、パタゴニア以外にもちょっと勝負はしようと思ってますのでね、まあそこももちろん抑えるのは抑えるんやけども、それ以外の部分もね、ちょっとまあピックアップさせてもらってますので、その辺の紹介をしていきたいなと思います。まずはですね、アークテリクスから解体の紹介していきたいなと思うんですけど、アークテリクスといえばね、こちらのね、アトム AR フーディを僕はよく推してるんやけども、アトム AR じゃなくてアトム LT っていうのもあるんですよ。だからそれはね、ちょっと買ってみて比較してみたいなとか思ってて、 LT の方がいいっていう人もいてるし、いや AR の方がええでっていう人もいてるんでね、ちょっとその辺は買ってみたいなと思ってたりしますし、で次にね、もうノースフェイスいきます。アークそれで終わりなんかいって言われたら終わりなんやけども、もし買ってほしいとかレビューしてほしいのがあれば下教えてください。コメント欄からね、これちょっとレビューしてよとか、ちょっと迷ってんの、空のフーディーかな、空のジャケットかな、なんかそれもアークテリクスで良さそうやなと思ってるんですけど、まあその辺思ってたりとか。次ノースフェイス、ノースフェイスはじゃあ何買っていくのって言われると、まず一つは今年から2年ぶりかなんかに復刻するフリースですね。アンタークティカなんとかフリースみたいな感じのフリースがあるんですけど、それのね、まあブラックか水色かどっちか迷ってるんやけど、個人的には水色かなと思ってるんですけどね、それはちょっとまあ買ってレビューしたいなと思ってます。もし買えなかったら、プレネで買うか、誰かがお借りするかということになりますので、その際は皆さんご協力よろしくお願いいたします。で他には何かというと、やっぱり30周年、ノースフェイスの30周年アイテムって今年何なんですかっていうと、もちろんあれですよね。そう、僕はヌプシが大好き人間なんですけども、ヌプシジャケット、こちらがね30周年モデルで、今年出てくるんかなと思いますので、まあ、この辺はちょっと抑えときたいなっていうことで、おそらく買うと思います。で、まあ、それ以外にも何買うのって言われると、それ以外には基本もうダウンジャケット全部揃ってるんやけども、やっぱバルトロはねちょっと抑えといた方がいいかなと思って、もし買えるんやったらグレー、こっちに出てると思うんですけど、グレーのバルトロは、まあ、あってもいいかなということで、それをね XL サイズで買えばほぼサイズコンプリートできるんですよ。 XXS、 そして S サイズ、 M サイズ、 L サイズ、 XL サイズってもうコンプリートいろいろしてくるんで、まあ、それはちょっと買っとくかな。これちなみにオーダーしたやつで L サイズなんで、まあ、サイズ的にはこれがジャストなの分かってんねんけども、まあ、178センチのおじさんが来た時にね、あ、どういう感じで見え方するんかっていうのはいろいろ来た方がいいんかなっていうことで、まあ、XL サイズもしグレーで買えればねいいかなとは思ってるんですけど、その辺はノースフェイスで思ってると。で一旦それで終わりです。え、そんだけなんと、それ以外変わんのと思われるかもしれないですけど、それ以外もねちょっといろんなことしたいなと思っててね、もしなんか他に買ってほしいのがあれば教えてくださいね。それ以外で考えてるのは、例えばドメスティックブランドとかそういうところとかもね、例えばアウトドアと比較したりしたら面白いんかなと思ってちょっと考えてたりはしてます。ここにちょっと一覧は出してるんやけどもね、そういうの一覧出しといてって言ってね、僕の右腕の人に出しといてって言ったら出してくれるんですけど、そんな出してたりしてるし、あとそれ以外にやったらこういったねシュプリームとかこういうチャンピオンとかループイラーとかあるんやけど、それとは別に例えばグッチとかハイブランドのスウェットとどう違うんかとかっていうのもね、こう買って比較しても、してみたいなと思うんで、ハイブランドもちょっと考えてるんですよ。ハイブランド系もね面白そうやなと思っていろいろこう候補は出してます。でそれ以外でやっぱマストで買うんやろうなと思うのが、やっぱりモンクレールですね。ダウンジャケットといえばっていうことで、僕の動画見ていただいてて、なんで知ったんですかって言ったら、ダウンで知りましたって方非常に多いんですよ。って考えたら、やっぱダウンおじさんとしてはダウンジャケット買うべきでしょうと。で今までアウトドアブランドとかワークマンとかやってたし、そこはもう分かってんねんけども、それ以外の部分ちょっと教えてよって言われたらね、確かに僕しかいれないねと思ったりしてるんで、あ、じゃあそれ僕行きますと、モンクレール僕行きます、タトラスも僕行きますと思ってるんで、まあ、その辺はね買ってみて着こなしとかじゃなくて、こうどう違うんか、これがどういうメリットがあってどういう違いがあるんかっていうのをね、多分語れるのって言ったらもうわしやないかいと、それわししかおらんやないかいと思ってますので、やりたいななんていうふうに思っております。ということが、今年の冬ね、秋冬買っていこうかなというふうに思っております。まあただ現時点で今これって思ってるだけやけども、ただもしかしたら増えるかもしれないです。視聴者さんからね、これもやってよあれもやってよって言って、あ、面白そうやなと思ったら多分やると思いますし、特にハイブランドとの比較なんかはね面白いんちゃうかなって個人的には思ってます。でドメスティックブランドもね面白いんかなと思ったけど、冬もあんまないんですよ。定番品ってやっぱシャツとかになってきたり、例えば幼児山本とかでシャツになってきたりとか、でコーデギャルソンとかもシャツとかになってくるし、まあこのあたりはちょっと春先の比較の方がいいんかななんていうふうには思ってはいてるんですけど、今年はねそういった意味ではちょっと違うかもしれないです。いや、あ、これタクトでもノースフェイスとかいっぱいやってくれるんでしょとかって思ってたけど、ノースフェイス以外にもちょっとモンクレールとかタトラスもやるし、さらにこうハイブランドとかドメスティックブランドとかそういうところの比較もちょっとやっていくんやなっていうふうにね思っていただければね嬉しいかなと思います。まあ基本的には多分比較がメインになると思います。これぐらい比較してちゃいますよねとか、これ多分原価こんなもんなんですけどとかって言うじゃないんでね、そういったところで今年の秋冬、買うアイテムになっておりました。また皆さんがねどういうアイテム欲しいかっていうアンケートも通ろうと思ってますので、その際ご協力よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、2022
2022年秋冬に欲しいアイテムを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。